現在も、伊崎新地当時の面影を残す建物と伊崎の、町並伊崎は、京都府福知山市の地名。市街地の東北、揺ら川の大市西橋下流川右岸一帯の城山の、ふもとに、五番の目のように形成されている。東側には三段池公園がある。伊崎にはかつて遊郭が存在していた。当初は1877年に、 現在の大東瀬橋下流左岸の堤防上、下柳町付近の貸し座敷12軒がその始まりとされる。このため、土手の町、土手町などと呼ばれた。1896年8月30日の大水害で大きな被害を受け、全滅する。3年後の1899年1月、当時は村落であった現在地に移転し、伊崎新地と呼ばれ、伊崎は、 福知山の遊郭の代名詞となる。明治末期には、定義30名、将棋100名を要し、大正末期には、議論78件、将棋160名となり、ピークを迎える。1898年が行われていた。遊郭移転される当時、福知山に学校建設が持ちかけられたが、地元住民は、学校より利益になる遊郭を選択し、 それに便乗しかし座敷経営に転向した村人が相次いだ話が残されている。対象期をピークに1937年では62件、150人に減少した。それでも遊郭は営業を続け、1958年3月、売春防止法施行によって遊郭は廃止され、現在は住宅地へと変貌したが遊郭時代の建物が一部残されている。 遅い路地が縦横に交差する5番の目のような伊崎の街並みや風地図 AB、福知山市、伊崎物語、潮見と潮町より、ありがとうございます。